れたキャブオーバーバ型のワンボックス車及びトラックであるライトエースはパブリカのタウンエースはカローラのキャブオーバー版という位置づけであり、両社の開発、生産は一貫してダイハツ工業に委託されている。ダイハツ工業へデルタ757ハーフとしてトラックのみが OEM 供給され発売された。これまで一つ格上であったタウンエーストラックは バン、ワゴンのフルモデルチェンジと同時に、ライトエーストラックと共通となった。なお、バンとワゴンは1985年9月にフルモデルチェンジを行ったが、トラックのみ1986年まで2代目が、継続生産された。後期型ワゴンシリーズの CM キャラクターには、ところジョージが起用されていた。 5代目ライトエーストラックの後ボクシーは2007年6月に2代目にモデルチェンジしたがタウンエースとライトエースのバントラックは7月にオーダーストップとなっており半年後の新型発表までは存在しなかったそのため同クラスのワンボックス商用車はボンゴ3兄弟のみの状態となったトラックはキャンピングカービルダーに人気があったが生産中止になってからは ベース車変更や生産そのものを中心に追い込まれたビルダーが多く発生してしまった。ダイハツグランマックストヨタライトエース。ありがとうございます。